ベルヌーイ分布とベータ分布。その1、わかりみサイエンス。キズナあかりのわかりみ統計学。ゆずきゆかりさんのわかりみベーズ統計学では、MCMC に関するシリーズを連載中です。また、このシリーズを補足するため、MCMC に関係する3つの推定法を連載しています。ところで、ベーズ統計学を学ぶとよく登場するベータ分布。ベルヌーイ分布からデータを取る場合、事前分布をベータ分布とすると、事後分布はベータ分布となります。両者の関係は密接です。ベルヌーイ分布とベータ分布の2回に分けて解説するね。今回は、ベルヌーイ分布です。ベルヌーイ分布に関しては、キズナあかりのわかりみ統計学で、その概要を説明したことがありました。こちらも参考にしてくださいね。確率分布とは、確率変数の実現値の現れやすさを確率で定義したものです。まずは、単純な確率分布の一つとして、ベルヌーイ分布を紹介します。ベルヌーイ分布とは、注目する事象が確率シータで起こった時に、x イコール1、そして確率1引くシータで起こらなかった時に、x イコール0の値を取る確率変数 x の分布のことです。起こった時を成功、起こらなかった時を失敗などということもあります。確率変数 x がある分布に従うことを、このような記号、x チルダ分布名、オブ、パラメータと表します。パラメータとは、分布を特徴づける値です。ベルヌーイ分布は確率、シータがパラメータなので、x チルダベルンオブシータと表します。ここで、これを、確率変数 x は、ベルヌーイ分布に従うと言います。また、この3つの条件を満たす試行を、ベルヌーイ試行と言います。1、試行の結果は、成功または失敗のいずれかである。2、成功確率シータ、失敗確率1引くシータの値は常に変わらない。3、各試行は独立である。ベルヌーイ試行の典型的な例はコイン投げでしょう。1枚のコインを投げた時、表が出ると成功、表が出ないと失敗とします。そうすると、成功か失敗かの2択になります。ここでは、コインを投げた時に、表が出る確率シータを表率ということにします。1回目に表が出ても、2回目で表が出やすいということはありません。コインの表が出る実現値を x イコール1、表が出ない実現値を x イコール0とします。ベルヌーイ分布に従う確率変数は、x イコール0と x イコール1の離散の変数で、取り得る値は2つしかありません。この図に示すように表が出る x イコール1の時の確率を、シータ、表が出ない x イコール0の時の確率を、1マイナスシータとします。ベルヌーイ分布の確率質量関数は、このような式で表せます。表が出る確率、PR オブ x イコール1イコールシータ。表が出ない確率、PR オブ x イコール0イコール1引くシータ。x イコール1の時のシータと、x イコール0の時の1引くシータを足すと1になります。表と裏が同じ確率で出るコインであれば、表が出る確率は、シータイコール 0.5 です。一方、イカサマコインだったら、表が出る確率は、シータイコール 0.5 ではないかもしれません。ベルヌーイ分布は、シータというパラメータを取り、パラメータシータの範囲は、平区間0、1です。ベルヌーイ分布の確率質量関数は、プログラムに記載するときに、if 文を省略して簡潔に書くためにも、このように表します。表が出るとき、x イコール1で、確率 PR は、シータになります。また、表が出ないとき、x イコール0、確率 PR は、1引くシータになりますね。今回は、ベーズ統計学やベーズ推定によく出てくるベータ分布を理解するための準備として、ベルヌーイ分布を解説しました。次回は、ベータ分布に関して詳しく解説しますね。
ひずなあかりのわかりみ統計学。よかったら、チャンネル登録、高評価、コメントなど、よろしくお願いします。また、お会いしましょう。あゆ浜崎です。いつも、私の可愛い娘たち、ゆかり、あかり、まき、りっかのわかりみサイエンス。ご視聴ありがとうございます。わかりみサイエンスでググってみてくださいね。たくさんの動画が出てきますよ。チャンネル登録、よろしくお願いいたします。